もありがとうございます。今日はですね、ベロシティ、カスタムオーディオの3プラスをエミュレートしたベロツインモデル、こちらをご紹介していきたいと思います。モチーフになったアンプがですね、カスタムオーディオの3プラスの、クリーンチャンネルと、まあ、リードチャンネルを一体にまとめたエフェクターとなっております。カスタムオーディオといえばもうものすごい、もうあらゆるミュージシャンが使用して有名な感じになってますよね。音も最高な感じで、もうあらゆるこうジャンル網羅しているアンプになるんですけれども、まあ、それをエフェクターサイズで実現したというところで、まずこっち側のクリーンチャンネルと、左側のリードチャンネル、イコライザー自体は共通なんですけれども、こっちはもうドクリーンです。で、両方ともあのマスターとゲインがついてるんですけれども、クリーンチャンネルの方はかすかにちょっと音が、太くなる感じですね。歪みが多くなるっていうよりかは音が太くなるっていうイメージになっております。で、イコライザーに関してはものすごい効きがいいですね。あのトレブルもミドルもあのかなり美味しいとこまで、持っていけますんで、まあ、リードサウンドは特にあの自分が好きなサウンドとかも、作れるセッティングが出しやすいつまみとなっております。それでは早速音を出していきたいと思います。